長も部活だるいな。ほんとだるいな。もうやめようかな。バカ、そんなことはるか先生に聞かれたら何されるかわかんねえぞ。そうだよな。今日も乗り越えるか。お願いします。あ、皆さん遅かったですね。もう部活始まる20分前ですよ。お前が早すぎるんだよ。皆さん部活始まるまで練習しましょうよ。なんでこの後疲れんのに今練習しなきゃいけねえんだよ。そうだよ、練習なんかいかにバレずにサボるかが大切なんだよ。おい、お前ら揃ってるか。整列しろ。はい、はい、よし、じゃあ今日もみっちり練習するからちゃんとついてこいよ。大会も近いからいつも以上に厳しくするからな。はい。いつもより厳しいってどうなるんだよ。サボれるとこ探さなきゃ。今日も生き残れますように。あ、あと今日からマネージャー入ることになったから紹介する。おい、入っていいよ。はい、じゃあ自己紹介して。はい、1年のスミポンです。好きな食べ物はアジポン、ユズポンです。かわいい。中学時代はバスケをしていたので皆さんのお役に立てると思います。かわいい。好きなタイプはバスケが上手い人です。よろしくお願いします。よし、じゃあ練習始めるぞ。はい、本日も全力で頑張ります。よろしくお願いします。お、おう。はい、じゃあまずはシュート練習から始めるぞ。お前らいつもそんなシュートしねえだろ。すぐお前の格好つけてるんだ。あんな可愛いマネージャーなのにカッコつけねえわけにはいかねえだろ。今スミポンドリンク作りに行ってて見てないですよ。だりぇ。おい、てめえらちゃんとやれ。はい、じゃあ次体幹トレーニングね。1分間ちゃんと腰伸ばすよ。おい見ろよ、足超綺麗だぜ。美しすぎる。この角度からならパンツ見たりしないから。ピンク。え？はい、終了。次ゲームするから今のうち体動かしとけ。はい。じゃあ次試合形式でやっていくから怪我ないように全力でやるよ。はい。ここが一番の見せ場。全員潰してやる。ちょっとのファールは仕方ないよな。オリバー。はい。何としても止める。おい、一回止めろ。大丈夫か。あ、はい、突き指しちゃいました。気をつけろよ。おい、スミコン、こいつにテーピングしてやってくれ。はい。突き指痛いですよね。私も昔よくやってたんですよ。はい、これで大丈夫だと思います。ありがとうございます。これでまた練習ができます。皆さんお待たせしました。すいません、こっちもテーピングお願いします。僕もお願いします。僕も投げた拳が。はい、じゃあ今日の練習はここまで。明日も厳しく練習するからちゃんと寝てちゃんと食べるように。はい、本日もありがとうございました。明日も厳しいご指導よろしくお願いします。皆さんすごいやる気あるんですね。ああ、今日は特別すごい。やばい、スミポンかわいすぎた。ああ、俺好きだ。ふざけんな、俺のスミポンだ。ふざけんな、俺のだよ。あ、俺のだよ。俺のだよ。俺が付き合う。俺が付き合う。俺が付き合う。遠慮はやめてください。スミポンはバスケが上手い人が好きって言ってました。この中で一番バスケが上手い人がスミポンに告白するっていうのはどうですか。よっしゃ、じゃあ101で一番強いやつがスミポンに告白する。へっ、文句なしな。絶対負けねえ。先に1点決めた方の勝ちな。かかってきな。よっしゃー、やっぱちっちゃいと不利だもんな。次決められなかったら俺の勝ちだからな。うるせえ。小さいことはバスケにおいて不利な要因であっても不能な要因ではない。よっしゃ。てめえ告白してんのになんでいいんだよ。バスケは痩せると聞いたので。な、
オリバに負けることはないか。あー、おっしゃ、まあ、ここ止めればもう一回だ。あ、水飲みぞ。待てこい。やっぱバスケは楽しいですね。お前バスケがしたいだけだったら勝ち譲れよ。バスケでは負けたくないですよ。あ、そういえば遥先生がお前のこと呼んでたぞ。次の大会で話したいことがあるって。え、それは大変だ、行かなくちゃ。へっ、もらった。よっしゃ、次はお前の番。え、お前卑怯だぞ。うるせえ、勝ちは勝ちだ。お前ズムして勝って嬉しいのかよ。お前分かったか。あ、そっか。俺は明日スミポンに告白する。振られても慰めてやんねえかんな。そうだそうだ。お前らこそ俺がスミポンと付き合って悔しくて練習に来なくなったりするなよ。スミポン、ちょっといい？あ、どうしたんですか？俺、スミポンのことが好きだ。付き合ってください。スミポンはバスケが上手い人が好きなんでしょ？俺はこの部活で一番上手い。昨日全員倒したんだ。だから。嬉しい。私、バスケが上手い人がすごく好きなんです。だからぜひ。え、いいの？だからぜひ1on1で対決しましょう。え？私、自分よりバスケで強い人としか付き合いたくないんです。だから、1on1で私に勝ったら付き合います。本当に勝ったら付き合ってくれるの？もちろんです。先に5点決めた方が勝ちにしましょう。お、相手はか弱いマネージャーだ。ストレートで勝って付き合ってもらうんだ。じゃあ、私から先に行きますね。よし、来い。え？あれ、この部活で一番うまいんですよね。おう、さすがに1点目は様子見だよ。早すぎて何も見えなかった。じゃあ連続でいきます。やばい、うますぎる。あと1点で終わりなんですけど、もしかして私と付き合いたくないですか？付き合いたい、本当に好きなんだ。じゃあ止めてください。やばい。ごめんなさい、タイプじゃないので付き合えないです。泣くな、コウタ。監督見てたんですか？お前は強い。まもなくインターカップが始まる。そこでかっこいい姿を見せればお前にはまだチャンスがある。お前の活躍期待してるぞ。はい。そうだ、一度振られたくらいでなんだ。次の大会でいいとこ見せてまた告白する。ついに明日からウィンターカップが始まる。今からスタメンを発表するが、呼ばれた者、呼ばれなかった者もチームの勝利のために全力を出すように。はい。それでは発表する。ポイントガード、カズ。はい。シューティングガード、ケンゴ。はい。センター、オリバ。はい。そして最後に、パワーフォワード。パワーフォワード、スミポン。はい。明日の試合はこのメンバーで臨め。しっかりと調整しておけ。はい。監督、僕はマネージャーに負けるようなやつ、うちのチームにいらん。イエーイ。スクワッド、スクワッド、チャンネル登録よろしくね。